ドルニエド・ドゥ214ドルニエド・ドゥ214は第二次世界大戦時にドイツの航空機メーカーのドルニエで開発されていた大型の長距離飛行艇である。1943年に開発中止となっている。元々はドゥピ九9 3としてリスボンからニューヨークまでの大西洋横断旅客機として設計された。1940年初頭に ドゥー214は軍用向けの P192 として再設計された。1941年に機内レイアウトの評価をするために原寸大の胴体部モックアップが作成された。胴体は流線型の円形断面であり、内部は2階建てデッキになっていた。主翼は前円が緩やかな後退翼で後縁が直線翼の後翼配置であった。 エンジンは8機のダイムラーベンツ DB613、液霊24機等で、4機が牽引式に4機が推進式に配置されていた。全8機のエンジンは VDM 射程の4枚、ブレード可変ピッチプロペラを駆動し、前側のプロペラは直径5.00メートル、後ろ側は直径4.60メートルであった。強力な8機のエンジンと、 上部デッキに車両やかさばる荷物を搭載できるように大きな機種ドアを装備した機体は軍事利用を考えて設計されていた。また、ルー214は長距離爆撃機、空中給油機、機雷伏せ機、U ボート用補給艇として利用することも考えられていた。1943年には戦況の悪化のために長距離飛行艇の必要性がなくなり、ルー214の 開発プロジェクトはキャンセルされた。ありがとうございます。